投資先、まあ、取引先の魅力としての、まあ、フィリピンの見方なんですけれども、まあ、あの他の東南アジアの国と比べてフィリピンは、まあ、このパンデミック、コロナの、ね、感染拡大による影響をもちろん受けているにもかかわらず、東南アジアの中で一番高い経済成長を記録しておりまして、そして翌年の2022年の GDP の成長率は 7% というデータが出ておりますので、まあ、UAE からしてみたら投資先としてかなりいいリターンが狙える。はい、皆さんこんにちは。今週も始まりましたフィリピンニュースの時間です。今週もですね、フィリピンの最新情報を、こういった形で配信していきたいと思いますので、チャンネル登録の方皆さんぜひよろしくお願いいたします。でですね、今週も現地のアンドレさんお呼びしてですね、現地の実際の情報なんかも聞いていこうと思いますので、早速ですね、ニュースのご紹介していきたいと思います。ではミホさん、最初のニュースのご紹介をお願いいたします。はい、本日一つ目のニュースこちらになります。読んでいきます。 Philippines e-wallet unicorn considers crypto stock platform ということで、皆さんおなじみのグローブですね、通信会社のグローブ Gcash という、まあ、独自の通貨だったり、そういった、まあ、e-wallet、まあ、オンラインのその携帯に入れる、まあ、ウォレットみたいなサービスも提供しているんですけれども、そこが、仮想通貨だったり、株式の取引のプラットフォームも、まあ、これから作っていこうと検討しているというニュースになります。詳細読んでいきます。Globe FinTech Innovations Inc. is considering a platform that will allow the tens of millions of users of its mobile wallet to invest in cryptocurrencies and local and global equities. ということで、すでに数千万人の利用者がいるこの Gcash なんですけれども、こちらの、モバイルの、まあ、携帯で簡単に使えるアプリを通じて仮想通貨だったり、国内外の、まあ株式だったりの取引ができるようにという、そんなサービスの提供を検討しております。 Mint Girls hinges on making its electronic wallet Gcash a gateway toward other services like loan and investment for the millions of Filipinos who are financially underserved ということで、まあ、このグローブテレコムのやっているこの、まあeWallet関連の事業の会社名が Mint というんですけれども、そこのまあ成長というのはこのまあ eWallet がどれだけね、しっかり作れるかというところにかかっていて、そしてこれからはこの狙っているのがフィリピンのちょっと金銭的に余裕がないそうですね。そちらの人たちはフィリピンで結構銀行口座を持っている人の数とかも限られているんですけれども、まあ、そういった人たちでも結構携帯を持っているので、その携帯のアプリを通じて簡単にローンの申し込みだったりだとか、投資を簡単にまあ始めて資産を作っていけるようにっていうサポートをまあしていきたいという、そんな考えがあるそうです。そしてまあこのグローブテレコムに関してなんですけれども、 Shares of Globe Telecom have railed about 60% this year, the fourth best performer in the benchmark Philippine Stock Exchange Index, as investors put value on its fintech venture and demand for data stayed elevated. ということで、まあ、この今グローブテレコムという会社、まあ、大注目でして、なんとこの今年は株価が 60% も上昇し、このフィリピンインデックスの中ではなんと上からトップ4番目の成長実績を叩き出しているということで、やっぱり今このフィンテック関連の需要の高まりに対して、こういったまあグローブの先進的な取り組みが投資家さんたちから高く評価されているようですという、まあこれからなんて言うんですかね、フィリピンで銀行口座を開設するにもミニマルデポジットって、まあ最低預託金があったりで、なかなか口座開設のね、ハードルは高かったりするんですけれども、皆さんすごいハイテクでスマートフォンは使いこなしているので、そういう方たちがね、どんどん簡単にローンで申し込めたりだとか、仮想通貨だったり株式の取引でどんどんこれからね、稼いでいってくれたら、フィリピン全体のね経済力とかも上がっていくんじゃないかなってちょっと私は思いました。はい、そんなニュースです。はい、ありがとうございます。まあ、まず
これそういうグローブですね、どんどんフィリピンフィンテック化進んでいると思うんですけれども、最初の写真に載ってあるようなこれ ATM みたいなやつですかね。グローブもね、はい、あるんですよね。こういうなんか端末があって、普通に携帯電話の支払いとかの他に、はい、その G キャッシュのなんかチャージじゃないですけど、なんかそのスイカチャージするみたいな感じでの、はいはい、できたり、いろんな、なんかいろんな、例えば G キャッシュだったら各種費用の支払い、光熱水費関係とか、もう本当にいろんな支払いができたりっていう、そんな便利な端末がありますね。はい。アンドレスさんももう常にこの G キャッシュは全然毎日のように使ってるものなんですか？そうですね、前から、すっと前から、始まった時から使ってめちゃくちゃ便利ですよ、G キャッシュも。便利ですか？うん、あ、なるほど。やっぱフィリピンの国内の人はみんなこういう G キャッシュはかなり多くの人が使ってるっていう感じですか？そうですね、グローブの、まあ、携帯、会社じゃないですか。グローブ使ってる人だけじゃなくて、はいはい、まあ、大体僕が G キャッシュ持ってない人はいないと思いますよ、僕の周りは。なるほど、なるほど。ほとんど全員が使ってるみたいな。めちゃくちゃ便利で、何でも支払いできるから G キャッシュ使える。はいはい。そうですよね。まあ話によると、この G キャッシュってそもそもあれですもんね。アヤラ、まあグローブの親会社、アヤラと、あと中国のジャック・マーさん、アリババ、皆さんご存知のアリババの創業者、ジャック・マーさんが作った会社なので、まあかなりそういう中国のそういうフィンテックの技術とか入ってると思うんですけど、なんか私もニュースで見たんですけど、やっぱフィリピンがこうどんどん電子化、IT 化進んでいって、コロナ期間中に電子マネー口座、いわゆるこういう G キャッシュの口座とかが急増したらしくて、なんか倍になってるみたいです。コロナ前から口座数が。そのぐらい今、デジタル化進んでるっていうのは聞いてますね。なんか現地はどうなのかなと思って、このコロナが始まってから、まあ、ほぼ2年ぐらい経ちますけど、進んでます、どんどん。進んでますね。まあ、例えばこの G キャッシュだと、もともと、なんていうの、支払い方法とかに、まあ、普通に使ってるだけで、今、どんどん伸びてて、まあ、インベスメントとか、ね、今、さっきの、このニュースで、まあ、クリプトとか、株を、はいはい、また、シーカするって考えてるんで、で、まあ、保険とか、ローンとか、まあ、今はあるんで、もう本当に、ペースが早いんですよ。結構、どんどん、ね、はい、大きくて伸びてるんですよ、この G キャッシュの。うん、これやっぱ面白いのは、その日本みたいにもう金融インフラが整ってると、皆さんやっぱまだまだ銀行口座持ってるのが当たり前って感覚ですけど、もうアメリカもそうですし、こういうフィリピンもそうですけど、世界中どこ見ても今こういう電子化進んでますもんね。結構日本遅れてるって言われてるので、私たちからすると銀行口座持ってないのにその電子マネー口座で大丈夫なんですかっていう人も中にいると思うんですよ。ただフィリピンの場合、こういうもう世界的に見ても結構早く電子化進んでるっていうようなイメージがするので、それは逆に言うとあれですよね、今までインフラが整ってなかった分すんなりと技術を取り入れるっていうところ、これ多分今後見ていくと逆にメリットになってくるんじゃないかなと思ってるので、まあ株価にも現れてますね。私も グローブの株ちょっと持ってますけど、もう一気に爆上がりしました、この投資入ってですね。なんで、まあ、結構顕著に出てるなっていうのがありますね。なんで結構現地のその証券のアナリストさんにも聞いたんですけど、やっぱこういう通信業界はフィリピンの中でもかなり注目の業界って言われてるぐらいなんで、ここは多分そういうグローブを筆頭に、今通信メーカー、通信業者の大手ってグローブと PLDT とでしたよね。はい。それです。あと、スマートね。マート PLDT、はい、スマート、はい。あと、コンバージが最近流行ってきたり。で、まあ、これから DIT とか。DIT が入ってきたりとか。なんで、まあ、本当にここの通信業界、まあ、株価見てても面白いなと思うので、非常に注目のところですね、ここは。はい。
というわけで、まあ、一つ目が、フィリピンのこの e ウォレットに関するニュースですね。 G キャッシュのニュースでした。では美穂さん、次のニュースお願いいたします。はい、次のニュースはこちらになります。ちょっとコロナ関連のニュースになります。読んでいきます。In-person classes resumed for over 2,000 Metro Manila kids ということで、あのフィリピンの、ね、感染拡大落ち着いてきまして、ついに学校の方でも対面授業が再開していきまして、あのメトロマニラ県内でもあの2000の、 あの、まあ、生徒を対象にあの対面授業が再開してきたというニュースになっております。詳細読んでいきます。A total of 28 public schools across Metro Manila will welcome more than 2,000 students in their classrooms. ということで、まあ、新たにあのメトロマニラ県内の28の公立の学校ですね、生徒数にして2000人以上 の、 あの生徒を対象に対面の授業が再開されます。100 public schools in the provinces and 20 private schools from different regions started the pilot run of limited in-person classes in early November. ということで、この対面授業自体は実は11月の初めの方からおよそ100の公立学校と20の私立の学校にて試験的に再開はされておりました。で、その後なんですけれども、177 additional schools were set to join the pilot study today, 28 of them from the National Capital Region. ということで、まあ、最初この、まあ、100の公立高校と20の私立学校だったんですけれども、その後12月2日付で教育省が発表した内容によりますと、追加で177の学校ですね、が、この、試験的な対面授業の再開というのに追加になりまして、でそのうちの28の学校はマニラ首都圏に所在しているということです。 In-person classes are presently limited to 3 hours for kindergarten and 4 hours for students in higher levels ということで、まあ、まだ一応試験運用という面もあるので、対面授業は現状は幼稚園においては1日あたり3時間まで、それ以降の小学校中学校などでは4時間までという制限が現状はついているという、そんなニュースになっております。はい、ありがとうございます。まあ、今やっと対面になってきてるってことだと思うんですけど、アンドレさんの今お子さんも現地にいると思うんですけど、はい、アンドレさんのお子さんは今オンライン授業ですか？まだまだオンラインですね。そうなんですよ。まあこれはまだ全然低い数字なので、はいはい、今多分300の学校ぐらいしかないので、うん、まあ、全国でね、まあ、これはパイロットなんだから、うん、だからこれはうまくいけばもしかして来年の頭、まあ、1月とかに、ね、はい、あたりに、まあ、もっとまあ、なんていうの、うん、パーセンテージが高くなるだと思うんで、まあ、どんどんオープンする話が聞いたので、うんうん、これからですね。はい、これどうなんですかね、そのオンラインで今お子さんも勉強されてると思うんですけど、はかどるのかどうかってとこですよね。難しいですか？はいはいはい、そうですよね。ここ1年ここで、まあ、うちの子も1年以上ここで、うん、オンラインで勉強してるんだけど、はい、もちろんそんなに多分そこまで勉強にならないから、うん、そうですよ、難しい。オンラインってあれですか、もう先生がいて皆さん、うん、そのパソコンの前に座ってこう顔を出して本当にこういう感じでオンラインでやってるってことですよね。まあ、うちの子 の、 の学校は、まあ、それをみんなと同じクラスの時間もあるし、で、マンツーマンの時間もあるし、あ、まあ、結構それがあるんだけど、でもそれでもなんか、まあ、確かに、まあ、おやりとしてそれが足りないかなと思って、うん、やっぱり、まあ、フィットフィットとか、まあ、必要と思ってるんですね。まあ、でも、まあ、これからになると思ってるんで、まあ、よかったですね。そうですよね。もう多分これ逆に対面になるってことは皆さん学校に行くってことだと思うんですけど、お子さんの場合すごい体力の衰えがすごいんじゃないですか、うん、やっぱり家にずっといると。そうなんです、まあ、うちの子は喜んでるけどね、
僕だったら多分泣きますね、学校行くってなって。いや、なんで、最初、何時間からスタートするんでしたっけ、学校が4時間からですね。4時間から。なるほど。普段は何時間なんですか、フィリピンの学校って。一定7、8時間ですね。まあ、学校で言う。はい、6時間だと思うし、はい。はい、うん、で1時間はだいたい50分とかの授業ですか？そうですね、50分、45分。そしてで、ちょっと休憩して、でまた次のクラス始まる、うん。じゃあ、日本と一緒ですね。ってことは、まあ、最初は半日ぐらいの、対面で学校がスタートするって感じだと思うので、いや、ここは早急に多分お子さんも行きたい人もいれば、すごい多分今後体力の衰えでなかなか大変な思いを最初するお子さんも結構多いと思うので、やっぱ徐々に慣らしていかないとってあると思うんですけど、まあ、早急にやっぱ友達とのね、そういう関係とかも全然構築できないですもんね、家にいるだけだと。そういった社交性とかも含めると、かなりそういう対面の授業は早めに早めにこう対処してほしいなっていうニュースですね。はい、まあ、というわけで、はいはい、一緒に書いてあったのが、その学校に通うための公共交通機関が今まだなんか完全にリカバーしてるわけではないので、ちょっと特別にその学校に通うためのスクールバスみたいな、今までなかった学校においてもちょっと手配する必要があるかなとか、はいはい、そういうこともなんか検討されてるみたいです。なるほどですね、まあ、そういった形で、はい、しっかり言いたいのが、まあ、今日のニュース見たら、まあ、今まで、まあ、もう1ヶ月あるかないかぐらいでやってるんで、今日まで感染者がいないんですよ。おお、だからいいことになってるんで、そうです、まあ、ほぼ毎日モニタリングしてるんで、国が。で、まあ、このことを分かって、もしかしてもう本当に1月結構大きなボリュームの学校がフェイスとフェイスが始まる可能性が高いです、はいはい、そうですね、まあ、ここはそうなってくれることを願いながら見ていければなと思います。はい、というわけで2つ目のニュースで、学校に関するニュースでした。では皆さん、最後のニュースお願いいたします。はい、最後のニュースこちらになります。 Philippines seeks a win-win trade deal with UAE its biggest Middle East partner ということで、今度海外との国際的な貿易に対関するニュースですね。フィリピンが UAE アラブ首長国連合とのウィンウィンのお互い相互に利益のある、そんな条約の締結をしようとしていますよということですね。でちなみにこの中東の取引先の中で UAE というのはフィリピンにとって一番大きな規模で取引をしているパートナー相手先になるそうです。では詳細見ていきます。The Philippines and UAE are in the early stages of signing a free trade agreement. まずでフィリピンと UAE は自由貿易協定ですね。こちらを結ぶため の準備を今しているということです。UAE has been the Philippines' largest trading partner in the Middle East. In 2019, UAE's total exports to the Philippines totaled $1.33 billion, and the main products were crude petroleum, refined petroleum, and petroleum gas. ということで、まあ、このフィリピンにとって UAE というのは、まあ、中東の中で一番大きな取引先でして、2019年には UAE からフィリピンに輸出された金額ですね、トータルで 1.33 ビリオンということで、これが US ドルなので日本円にするとおよそ1500億円にもなるそうです。で主な輸出されているものはやっぱり石油関係の、まあ、ガスだとか、そういった、まあ、オイル関係の輸出が多いそうです。はい、 Despite the pandemic, the Philippines, one of the
one of the first growing economies in Southeast Asia, is projecting a GDP growth of 7% for 2022, and that could translate to high returns for civilian fund. ということで、この UAE の、この投資先、取引先の魅力としての、フィリピンの見方なんですけれども、他の東南アジアの国と比べてフィリピンは、このパンデミック、コロナの、ね、感染拡大による影響をもちろん受けているにもかかわらず、東南アジアの中で一番高い、経済成長を、記録しておりまして、そして翌年の2022年の GDP の成長率は 7% というデータが出ておりますので、つまり UAE からしてみたら投資先としてかなりいいリターンが狙える、そんな投資先の国じゃないかなというふうに見ているそうです。It will be good for UAE sovereign funds to look into the Philippines if they are looking for alternative high growth places for their plans, while at the same time helping in developing the country. ということで、sovereign fund ですね。UAE の国の、お金の運用先ですね。例えば UAE の、年金だとかそういうお金なので、かなりの規模のお金だと思うんですけれども、それの運用先としてちょっとフィリピンがいいハイリターンが狙いそうじゃないかっていうので見ているのと、あとね、やっぱり投資を通じてフィリピンという国の発展にも貢献ができるので、そんなねことで、お互いにとってウィンウィンなそんな協定が結ばれそうという、そんなニュースになっております。はい、ありがとうございます。というわけで、UAE との、自由貿易協定を結ぶっていうニュースだと思うんですけれども、これは最後のニュースすごい気になったのは、ソブリンファンドという国営ファンドですかね、多分これ国のファンドっぽいですけど、そうでした、はい、これがフィリピンに、はいはい、これがフィリピンに入ってくるっていうことで、結構今国営ファンドが入ってくるっていうことが、ヨーロッパの国もいくつか国営ファンド入ってきたりとかしているので、非常に今やっぱ世界中からこういうフィリピンの、GDP の成長率を見込んで投資する国っていうのは増えてきてるなっていうイメージですけれども、やっぱこういうお金ってフィリピンからしたら重要なんですかね、そういう外貨を集めるっていうところだと思うんですけど。そうですね、めっちゃ重要ですよ。あ、なるほど。お金を集まるのは国内でね、結構難しいなので、外からファンドが入ってくるんだったら、それいろんな、国のプロジェクトが進めることになるんで、まずインフラですね。はいはい。主に UAE からは、オイルとかですかね、オイル、ガス、そういったものをフィリピンに持ってくるっていう感じですかね。そうですね、もう昔からずっとそういうトレードやってるんで、確かにそうですよね、外交すごく大事ですもんね。結構フィリピンってやっぱタナボタの国って言いますか、皆さん英語は喋るのでそういう外交もできますし、人口が今非常に伸びてきているので、海外からも注目されていますし、今回このソブリンファンドっていう国営ファンドなんか入ってくると、多分株式市場にも回ってくるはずなので、それでまた株式市場盛り上がるでしょうし、非常にこの一つのニュースとってもいろんなメリットってたくさんあるなっていう感じるんですので、 UAE とか中東の国だと、あとサウジアラビアとかも最近なんか貿易こうですかね、新しく作るっていうニュースも見ているので、意外と中東も注目されているんかなっていう感覚ですね。金が、ある国から、大規模な、入ってきたら、これからの株価とか、株式市場の、規模とかもどんどん大きくなり、大きくなると思いますね、はい、楽しみですね、結構あれなんですね、国のファンド、ヨーロッパしかりアメリカもそうですし、機関投資家みたいなお金が入ったところが一気にやっぱ株って伸びてるっていうのは結構数字にも出ているので、それ影響出てるから、そうですね、一つのポイントは、
こっちに書いてあるあのプロジェクション、GDP のプロジェクションは、まあ、来年は 7% 上がるとのプロジェクションあるんじゃないですか。フィリピンは最近、はいはい、まあ、多分5年、10年ぐらいに、もう相当そのプロジェクションは当たってるんですよ。これ、20年でも、21年も、プロジェクションの 6% とか 7% とか、多少そのぐらいになってるんですよ。大体みんな、はいはい、まあ、パンデミックになって、ね、コロナになって、まあ、この数字のパーセントで全然釣れてるんですよ。5% のプロジェクションに 1% になったりとか、フィリピンはそう釣れないんですよ、はいはい。で、これからなんですね。多分それがみんな見られて、まあ、ここで投資したいって思ってるんですね。そうですよね。なんで2023年とかも2022年がまあちょっと徐々に戻りつつ、2023年にかなり正常化戻るっていう予測がされているので、そこから一気に来るっていう、また伸び始めるっていう形になるって考えると、やっぱ今のうちにファンドとして大きなお金を仕込んでおこうっていうところって結構動いていると思うので、私たちもそういう流れに乗ると非常に面白いなっていう感じですね。不動産も面白くなるんですよ、フィリピンは。はい、はい、そうですよね。不動産もまたそういった他の動画で皆さん見ていただければなと思います。はい、というわけで、今回ですね、3つのニュースまたご紹介させていただきました。こういった形でですね、現地のニュースを、まあ、現地のアンドレさんを招きながら実際の、実態なんかを絡めてですね、毎週配信していますので、ぜひですね、面白かったとか、また来週も聞きたいという方はチャンネル登録のをしていただければ、毎週タイムリーな情報を見れますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では今週もですね、アンドレさん、ミホさん、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。それではさようなら。